コキャットさん、だるまありがとうございます。ちょうどあと1週間、そうだ、勤労だもんね。楽しみだね。皆さんももうね、来れる方は来てもらって、来れない方は DMM で見てもらって、楽しみにしててください。みんな頑張ってる私より先輩たちとかの方が全然すごい頑張ってくださってるので、楽しみにしてください。じゅんちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。疲れを癒してあげたい。あー、私の疲れを癒すためにはね、何が必要かな。なんかね、甘いもの食べたくないからみかんかなみかん食べたら元気になります。配信終わったらみかん食べるの。最近なんかね、食べ物を食べるとね、なんか胃もたれがすごくなっちゃって、なんか胃が弱いんだ私最近なんかまだ18歳なのに。だからね、夜ご飯がね全然食べない最近。特に夜になるとね、胃もたれがすごいのだから最近、美味しいなって感じるのはさっぱりした味のものが美味しいんですけど、結構なんか冷たいものが好きで、さっぱりした系のサラダとか。でもさ、冷たいのって体冷やして良くないから、あったかいおつと一緒に食べるんですけど、お腹いっぱいです。今日もなんかね、チョコなんとかみたいな、チョコのお菓子、パウンドケーキみたいなやつを食べたの。甘いものが食べたくて、今日は絶対食べたら、ちょっと食べ過ぎっていうか、食べ過ぎてるわけじゃないんだけど、胃もたれしました半分くらいでよかった。胃がもうなんかお腹いっぱいって感じ、すごい。ニコラスさん、かわいい、ありがとうございます。猫キャットさん、ジージー、ありがとうございます。そうかな、まあ疲れは言えないですね、別に何されても。誰かのおかげで疲れが取れたわーってことはないと思います。きっと普通に寝たら治りますしね。私便利な体してるから、寝たら何でもかんでも治るんだ。なんか悩み事あっても寝たら忘れてるいいのか悪いのか分かんないけど、これはなんか今日ダメだったなとか言ってさ、落ち込んじゃう日ってあるじゃないですか、人間誰しも。私も時々、まあもうめったにないですけど、時々なんか今日は反省することがたくさんだったなみたいな日あるんですけど、あの寝て起きたら全部忘れてますなんで悩んでたんだろうとかなる。だからね、寝ます。寝るのが一番大事ね。最近はでもなんかすごいね、朝を早く起きてなんかしようと思ってもできないですね。必死、ギリギリの時間にしか起きれなくて。森翔さん、だるま、ありがとうございます。マジ眠たくなる、眠りたいです。もう布団の上だけで生活したい、本当のこと言うと布団の上で人生の全てをしたいんだけど、さすがにダメだよねと思って一応ベッドから出てますけど、冬は特にそう思っちゃうな。朝がさ、起きるの辛いよね、布団があったかくて気持ちいいから。ニコラスさん、ハートありがとうございます。大阪のターソンさん、かわいい、ありがとうございます。お帰省バージョンのアルバム予約してよ、ありがとうございます。それは、はーい。布団の上だけで2日間くらい生活しただけで眠れなく、布団の上で2日間生活したこともないかも。私2日間何にもない日ってあんまないかもしれない。なんか知らるんだよ、ありがたいことに。家でない、え、あるかな、あんまないかも、本当。うん、まあお仕事以外にも普通に今日は美容院に行くんだとか、今日は病院に行くんだとか、今日は誰々とご飯食べるんだとかも含めたら、一日何もしない日はもう続かないですね。この日だけみたいな、この日は月に1日くらいはこの日は何も入れないでおこうって思う日は作るようにしてます。何もしたくないって思う日、もう何もしない、もう布
布団で寝て起きて動画見て寝てっていうだけの日を月に1日かそれくらいで作ってる日もありますね。おすすめだよ。なんかねいい感じになるよ。もうね、ああ食べ過ぎたな。絶対食べ過ぎた。ああもうお腹がなんかもういっぱいなんだもん。すごいミス、完全にミスしました。自分の胃袋のキャパを知らなかったです。猫キャットさんハートありがとうございます。でも糖分大事よ。なんかもう全然食べなきゃよかったって後悔するくらい。なんか何ですか、糖分を全く取らないのも良くないと思うんですけど、それと同じくらい取りすぎも良くないと思うんですよね。私はこれ完全に取りすぎてますね。もう私にはちょっと多かったなって感じ。なんか胃袋ちっちゃくなっちゃいました私最近。今多分食べ放題行ってもちょっとなんか絶対全然いけないと思います私の結果は。ため息ため息、ダメだこんなんじゃって感じですね。いつも食べ過ぎてない、いつも食べ過ぎてますね。いつも 何回食べても私の胃袋をオーバーしています。そうなんですね。てか別に食べ過ぎてない日は今日食事の量ちょうどよかったって言わないからよりそんな印象なのかもしれないです。お腹がいっぱいすぎる。でもみかんも食べたいんだ。みかんってなんかあんまりあの甘いのベクトルが違う。お砂糖とかの甘さじゃないから食べようと思える。まだ私はですねもうみかんで全ビタミンを摂取したいと思っているくらいにはみかんが大好き。みかん栄養素ふむふむ。おお。カリウムが多いのかな。カリウム多めですね。いいっすね。みかんを3つから4つ食べると1日分のビタミンが取れるんだって。美味しいよねみかんって。3つ4つとか全然余裕なんだけど。めっちゃ余裕なんだけどどうしよう。やばいわ。あのさみかんってさなんか焼くと美味しいって言うじゃないですか。ストーブの上とかで焼くとさめっちゃ美味しくなるって言って昔食べたことあるけどさ、あれ意外と美味しいよね。あのみかんはさ美味しいけど冷たいからさ冬はちょっときついやん。でも焼きみかんはねちゃんとちょっとあったかいんだよ。私はですねそんな感じでみかんを大事にしております最近は。冬はみかんをたくさん食べてビタミンを摂取。でも私あのビタミンをいっぱい取ろうと思ってて結
構野菜とかちゃんと食べてるんですよ。だから多分きっとビタミンは足りてると思います。自信ある。自分の一番自信あるところ、ビタミンをちゃんと取っているところです。皆さんもぜひ食べてみてください。いや、みかん食べたことない人はそんなにいないか。柑橘系大好き。私は結構フルーツ界では柑橘系は上位にいると思います。美味しいです。とっても最高です。ありがとうございます。グレープフルーツとかも好きなんだけど食べにくいよね。私は一時期でもめっちゃハマってる時期あって、自分で頑張ってエシサホイサ剥いてたんですけど、なんかちょっと大変でした。みかんは出てペッて剥けるし、皮ごと、ね、薄皮みたいなところごと食べれるから楽ちんだよね。やっぱね、みんなみかん食べて、もっともっと人気にしていこう。みかん最高だな。私みかんっておいしい。なんであんなおいしいんやろ、不思議です。とってもみかん大好き屋さんなんですね、私は。うん、疲れちまった。もうさ、朝からさコンタクトつけてるとさ、コンタクトがカピカピなんですわ。もう本当に嫌なのよね。コンタクトがカピカピしてる瞬間が一番嫌いだし、それを外した瞬間がもう最高に好きです。マジ幸せになれるよね。ビーバップ団長さん、うま、ありがとうございます。もうね、もう頭が回んない。たくさん頭使いました。もうね、記憶力勝負なんですよ。なのでもう記憶をね、脳みそをマジでフル回転させて、もう超疲れました。ふぅ、お風呂に入ってゆっくり湯船に浸かってのんびり寝ようと思います。もうのんびり寝れないんだよね。別にやることいっぱいあるんです。覚えなきゃいけないこともあるし、練習もしなきゃいけないし、今日の復習もしなきゃいけません。そうなんですね。でもね、皆さんも楽しみにしてくれてると思いますし、記念なので頑張りましょうって感じです。はい、もうさ、こういう時はさ、私はなんか自分が今日何したかとかあんまりさ、人にさなんか知られたいなって思わないのね。だから私はいつも言わないじゃん。でもさ、こう全員でさやってるやつはさ、こうみんなが他の子から聞いたのをさ、こう私に言ってくるからさ、なんかもうバレてんのよ。別にさ隠したいとも思わないしいいんだけどさ、だからどうせバレてるから今日だけ言いましたけど、お、151日ですね。いちごいちごです。イエーイ、ありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラス様拍手ありがとうございます。イエーイ、151日目の女でございますね。大阪のターサンさん、かわいい、ありがとうございます。
まあだから今日はそういう話をしましたけど、明日からはね別に皆さんが何を書いてもなんか私発信じゃない情報は見なかったことにするので、まあでもこれって人それぞれだよね。みんなは知りたいなって気持ちの方が強いのかな。私はねなんかあんま話したいと思わないんだよ、知ってほしいとも思わない。別に、まあそれは公演とか言いますよ今日は公演だよとか。でもねなんかなんだろう、なんでだろうな。でも全然みんなに知ってほしいと思わないんだよね今日の私の一日とか。むしろあんま知られたくない。大阪のターソンさんファイト、ありがとうございます。なんかわかんない、今日頑張りましたとかも嫌ねって感じあんまり痛くないなって感じです。なんか恥ずかしいんですよね感情としてはなんか恥ずかしいです。みんなもさあんま人に言わないじゃん、今日はこういう仕事をしましたとか、今日はたくさん資料を作りました、今日はプレゼンを4個しましたとか、そんな人がいるのか知らないですけどとかさ、あんま言おうと思わないじゃん友達とかに。そんな感じか、ちょっとなんか恥ずかしい、ね、あ、今日あの人プレゼンした人だとかいう目で見られるとちょっと恥ずかしいなって感じです。だから別に他のメンバーさんが何を言っても別にいいと思うんですけど、ダメな話じゃないですし。でもね私が言うことはあんまりないかなって感じですね。自分めっちゃ言っちゃうタイプだ。私もねメンバーには結構言います、今日こんなことがあったのって。だから友達とかにはいいのかもしれない、ね、友達はには言わないか。私は友達に仕事の話したことないかもしれない、写真撮ってくらいしかないかな、友達は友達って感じですね。仕事の相談とかお仕事の話とかはマジでしない。メンバーにはね言うけど、今日はさ何してたみたいなこと聞いたら、ああ今日はこれしてたよとか言ったりとか、普通にザ・プライベートなの、今日何してたんつって、あーなんかどこそこ行って何買ってたとか、そう話もするのはメンバーくらいかもしれない。私あんま家帰ってきた時にママに言うタイプでもないんですよ、今日は誰々ちゃんと話してとか、どこそこに行って何を食べてとか言わないんだよね。だからマジで一番私のプライベート知ってるのはメンバーなのかもしれないまさかの。かもしんないな。不思議だね、メンバーとの関係性ってなんか難しい、一言で言い表せないんだもん。なんか難しいんだよ、何なんだろうと思う、この関係性。やっぱ同期っていう言葉しか私には思いつかないそれくらいなんか謎です。でも相手も謎だなと思ってると、うちらって何みたいな、ただの友達じゃないし、それ以外のなんか臭い言葉どれも似合わない。一番近いのやっぱ友達、一緒の仕事してる友達なのかもしれない。不思議です、私たちの関係って何なんでしょうかね、一生気になる。家族ともまた違う、家族はだって血つながってるないしは扶養関係みたいな感じの家族じゃん、
私別にメンバー養ってないし、メンバーに養われてないし、血もつながってないので全然違います。戦友とも違う、なんか戦友はなんかカッコつけてる感じがあってやだ。難しい。戦友、なんか違うな。一緒に戦ってるわけじゃないの、戦ってはないか。なんか臭い言葉は似合わない気がします。なんかもっとフランクなの。私たちって別になんかすごいかっこいいドラマの主人公でもアニメの主人公でも漫画の主人公でもないからさ、なんかもうちょっと普通なんだ、一般的なの関わり方は。でもなんか難しいんだよね。そう、同僚がでも一番近いよね。だってお仕事で同じタイミングの人だからやっぱ同僚なのかもしれない。大人だね、同僚なんて。なんか仲の良すぎる同僚が近いかな。なんかね、やたらめったら飾った言葉って違うと思うんですよ。なんか逆にださ、恥ずかしくなっちゃう。そんなね、なんかすごいもんじゃないです。そんな美化されるのそのもんでもない、普通。そうだ、仲の良い同僚、これが一番近いかもしれないです。なんか決まったぜみたいな感じの関係ではない。マジイエーイみたいな。うちらってマジ〇〇じゃねくらいのテンションで言える方がかあのちょうどいいです。うちらってマジいい関係だよねみたいなこと言ったりすると、なんかどうしたどうしたどうしたみたいな、なんかドラマの最終回みたいなテンションになっちゃったかなって感じ。それに、マジうちらってめっちゃ友達じゃねみたいなくらいのテンションの関係性なんですけど、ぴったりの言葉を作ってほしいです、誰かに。同期って言っちゃう。あくびです。でもとはいえ同期以外のさ先輩方とかも結構最近お仲良くさせてもらったりするので、メンバーの方とありがたいですね。こんなやっとって感じです。私はずっと羨ましいなと思ってて、先輩と仲良く話せるのが。でもあんまり勇気なくていけなかったんですけど、最近は結構おしゃべりできるようになってきました。嬉しい、やったね。たくさん仲良くなりたいですね、やっぱり。なんかね、いいですね。あと最近私絶対ちょっと目が悪くなりました。なんか見にくくなった世界が。最悪、マジ目悪くなるのが一番やだ。悲しいです、目が悪くなるなんて。ショック、マジでショックなんですけど、ビエーン。ピーンショックです。いやー、お、あー、ピタゴラスイッチみたいにいろんなものが。お、10分を超えました。15分くらいには終わろうかなと思います。マジでめちゃめちゃ疲れちゃったから私は寝ます。一旦寝て仮眠して、起きてやることやって、寝て明日もやることやって、寝てって感じにしようと思います。ちょっととりあえず頭が回らないので仮眠マジきつい。ね、いつも仮眠しなきゃよかったって超後悔するけど、頭回らないと無駄な時間過ごしそうだから30分くらい寝ようかな。あー、マジ私一番嫌いなのが目、短い睡眠から覚めるときが一番嫌い。うわ最悪と思います。本当にすごい後悔する、いつも。30分とかめっちゃきつくない？だってそんなさ、もう起きさっき寝たばっかじゃん。30分ってこの配信と同じくらいよ。そんだけしか寝れないのはマジきつい。いやー、でも何もしないでこのままやってもちょっと無駄になりそうな気がします。身につかない気がしますって。一旦寝て
気持ち切り替えてやることやってお風呂使って寝ようと思います。メールはちょっと送りますね。また頑張ります。あと1週間な、ドキドキだね。すごいね、10年間なんて覚えてないよ私。10年前なんかいたかな私。10年前私いたかな。いぶきとか生まれたばっかやんね。怖いわ。マジ怖い。いぶきばっか。よし、じゃあほなそろそろランキング読もうと思います。13位トヨ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 さん、ありがとうございます。12位じゅんちゃんさん、ありがとうございます。11位ガッキーさん、ありがとうございます。10位佐藤さん、ありがとうございます。9位としたんさんかな、ありがとうございます。8位森翔さん、ありがとうございます。7位伊藤ごまさん、ありがとうございます。6位白熊さん、ありがとうございます。5位とみょさん、ありがとうございます。4位ダーさん、ありがとうございます。2位猫キャットさん、ありがとうございます。1位が大阪のターさんさんです。ありがとうございます。よーし、皆さんありがとうございました。今日も見に来てくださってどうもありがとう。1週間お疲れ様でした。それではじゃあねー、バイバーイ、切ります。皆さんも早く寝るんだぞ。じゃあメール今から書いて送るのでちょっと待っててください。ほなありがとうございました。今日151日目続いたね。絶対150で切れると思ったけど、はい、じゃあ皆さん本当にさよなら。